私たちはアミンチュを応援しています。この番組はディアライフボーンフリーの提供でお送りします。住まいを売る、貸す、どう生かす、ご相談ください。いいねを一緒に探しましょう。ディアライフです。アミンチュ古代の発掘プロジェクト。古代ゾウの化石発掘に乗り出したカイツブリとロボたち。試験発掘がスタートしたが、パワーショベルも歯が立たない硬い地面に立ち往生。このままなすすべもないのか。古代ゾウ発掘プロジェクトと思いきや、無理せずに反対側から掘ることにした。なんやそれ。心配したプリン。一安心した。その時、カメラはある人物を視界に捉えた。地面をフーフーしてるプリン。あ、粘土をきれいに拭いてるある。岡村義明さん、20年前の伝説の発掘メンバー。動物の足跡化石に取りつかれ、本業のお医者さんを辞めて研究に没頭。世界各地のジャングルに出かけ、生きた動物の足跡を調べ上げる。すごい。あ、足跡のそばでこと抜いてやろう。足跡愛プリン。こういうデコボコが丸やないやなし、これが象やとしたら指の跡かもわからん。この粘土っぽい青い泥の上を踏んで、その次にちょっと砂っぽいこの植物を含んだ泥、あの砂が流れ込んで断面がこういうふうに見える。突然ですが、 G の1分足跡クッキングのコーナー。足跡の出来方を G がお菓子で再現いたします。お、お菓子？僕以外の？まずはこのスコーンの生地を180万年前の沼に見立て、象代わりの人形で足跡をむぎゅっとつけます。で、次に足跡の穴の中に違う種類の砂に見立てたチョコを流し込みます。美味しそうでございますね。で、さらに時間の経過を示す違った地層をかぶせます。さて、それでは生地を焼いてみましょう。美味しそう、楽しみやな。僕以外の菓子なんて。さて、焼き上がりました。表面からは足跡は見えませんので、岡村さんがやっていたように上から地層を剥ぎ取っていくと、あ、足跡が現れました。お前、断面はこのようになっておりますな。皆さん、足跡化石ができる仕組みお分かりいただけたでしょうか。それではごきげんよう。僕はごきげんな、ナメプリン。アミンチュプロジェクトのスタッフたちも足跡化石を探してみることにした。すると藤井組長が足跡化石らしいものを発見。これ足跡は思うんですけど、こっちは、これはね、丸くなってるけども、これと同じようなものがここにも、ここにもかわるとかで並んでるっていうことが分かれば、
足跡と言ってもいいけども、これ1個だけではこういうふうに丸になってる、こう丸になってるだけで、足跡とは言わない方がいい。テイタイミステイク。しかし気を取り直して再度リベンジする藤井組長。ついに岡村さんお墨付きの象の足跡化石を発見。なかなかやるプリン。頑張って発掘しに足跡残さない。これは安野さん、なかなかシャリがお上手。いや、たまたまどうつもちゃうのに恥ずかしい。この日は20年前の伝説の発掘者玉田美希夫さん、西川和夫さんの2名も現場を訪れた。硬い粘土で苦戦しながらも溝を深く掘る重機、順調に作業が進んでいるように思えたが、しかし40ぐらい予想されていた深さまで掘っても目標の火山灰に到達しない。さらに硬い粘土を掘り進むが出る気配もない。一段去ってまた一段やな。火山灰さん出ておいで。溝を覗き込む高橋先生、ついに自ら溝の底に降りて調査をし始めた。しかし火山灰は確認できない。もしかすると火山灰層は地下の途中で途切れているのかもしれない。象発掘の根拠としてきた火山灰層がない。それが事実なら古代象発掘プロジェクトを左右する一大事である。消えた火山灰は見つかるのか。大変プリン。わし自転車でひとっ走りして火山灰凍ってくるわ。そういう問題ではございませんし、売ってもおりません。すでに日が傾き始めた。しかしまだ火山灰層は姿を現さない。我々の仮説は間違っていたのか。プロジェクトはここで終わってしまうのか。ついに里口先生が深い溝の底に降り立った。さらに掘り進む。はい、出てきてますね。ついに出た火山灰層。これで化石が出る可能性はつながった。出たそうかと思いきや別の大型の化石。それは一体何？お見逃しなく。お知らせでございます。来たる11月26日月曜日、オレンジリボンの特別番組が放送されます。児童虐待の問題に安野さんが体当たりで取材します。お楽しみに。幼い日の帰り道はいつも父の背中、琵琶湖バレエも希望が丘もおんぶしてくれた。父がいた。この番組はピアライフボーンフリーの提供でお送りしました。